マーマド・ディアルッタ、マーマド・ディアルッタ、マハマド・ディアラ、1981年5月18日イ、は、マリバマコ出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ムスリムである。マリの伝説的プレイヤー、サリフ・ケータのトレーニングセンターで技術を磨き、17歳で、通して1998年に、ギリシャスーパーリーグのアフィー・クレタからデビューした。 1999年にオランダエルディビジノフィテッセに移籍し、2000年夏に就任したロナルド・クーマン監督の下で中盤のようとして頭角を表した。2002年にはフランスリーグアンのオリンピックリ利ンに5年契約で移籍した。当初は控え選手だったが、2003から04シーズンにポール・ルクエン監督が3人のセンターハーフを置く、ステムを採用したことでポジションを獲得し、 MF、マイケル・エッシェンや MF ジュニーニョ・ペルナンブ・カーノなどとトリオを組んで4度のリーグ優勝に貢献した。2006年夏にはリーガー・エスパニオーラのレアル・マドリードやプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッド FC などがエムディアラの獲得レースに参加した。オリンピック・リヨンのジャン・ミシェル・オラス会長は2005年夏にエッシェンがチェルシー FC に移籍した。 最の金額である4000万ユーロを支払うクラブがあるまでは売却しないと強主張したが本人はスペインでのプレーを強く望み全体練習を拒否するなどの行動を起こして8月18日にはレアルマドリードが遺跡金2600万ユーロで契約を取りまとめた8月22日にはエスタディオサンティアゴベルナベウでラモンカルデロン会長によってお披露目され毎シーズンまで DF イヴァン・エルゲラがつけていた背番号6のユニフォームが渡れた。2006から07シーズンはファビオ・カペット監督が2人の守備的ミッドフィールダーをくシステムを採用し、MD アラは中心的な役割を果たした。2006年12月にはチームメイトの MF アントニオ・カッサーノがテレビ局のカメラに向かってカペロ監督の采配を批判し、 MD ディアラもカッサーノに同意するような会話をしたため、一試合の招集メンバーから外れた。2007年6月18日、2003年以来のリーグ優勝がかかった RCD マヨルカ戦で、MD ディアラは1から1と引き分けてる中で81分に頭で勝ち越し点を挙げた。その後、84分にホセアントニオレジェスが3点目を決め、3から1でタイトル獲得に貢献した。 2007から08シーズンは、ベルント・シュスター監督の下で数ような役割を果たし、MF ・フェルナンド・ガゴのチームへの適応が遅れたため、守備的ミッドフィールダーのファーストチョイスとしプレーし、2位のビジャレアル・ CF に勝ち点8差をつけ、連覇に貢献。これで、リオン時代の2002の03シーズンから6、シーズン連続で、リーグ優勝を経験した。また、2007年には初めて、 アフリカ年間最優秀選手にノミネートされたが、最終候補の3名からは外れた。2008年10月、チャドとの代表戦中に膝にタックルを受けて、フィールドに倒れ、1ヶ月の間離脱して11月後半までリハビリに当てた。しかし、復帰した途端に、太ももや膝半月板を負傷し、手術を受けるために2008から09シーズンの残りを棒に振った。 半年間は選手登録を抹消され、彼の背番号6はポーツマス FC から新加入のエムラソナディアラに渡された。2009から10シーズンはエル・ディアラがレギュラーポジションを獲得し、再び背番号6に戻ったエム・ディアラは控えに回った。2010年夏に MF メストエジルと MF サミケディラが加入してきたことで、さらに層が厚くなり、 さらにジョゼ・モーリーニョ監督に交代したことで、出場機会を得るのに苦しむ中、リバプール FC、フェネル・バフチェとガラタ・サライ SK、アッコフ・フィオレンティーナとユベントス FC、マラガ c F、アストンビラ FC とエバートン FC など数多くのクラブが彼の獲得に、共応を示した。2011年1月に対談することが、報告されると再び、マラガなどいくつかのクラブが関心を寄せた。 チャド戦で負傷以降、2シーズンでスタメン出場はわずか8試合だった。2011年1月27日にリーグアンの AAS モナコへ完全移籍し、フランスサッカー界に復帰した。0から0で引き分けたオリンピックマル声ユ戦でデビュー。加入1年目にチームはリーグドゥに降格し、同シーズン限りで対談した。対談後は、 中東やイングランド2部のドンカスター・ローバーズ FC への移籍の噂があったが実現することはなかった。半年間の無所属期間を経て2012年2月26日にイングランドプレミアリーグのフラム FC に移籍。契約は2011から12シーズンいっぱいとなっているが2013年までの延長オプションがついている。 3月4日のウルバーハンプトンワンダラーズ FC5 から0とのデビュー戦5得点目をアシストした。3月17日のスーンジシティ AFC 戦0から3で初スタメンを飾り、4月7日のボルトンワンダラーズ FC 戦3から0で初得点を記録した。リーグ戦21試合出場とマルティンヨル監督にアピールしたディアルラーは、 5月17日に2012から13シーズン終了まで1年契約を延長した。2013年夏に契約が満了し無所属となったが2014年3月26日に再契約した。2013から14シーズン限りでフラムを退団するとフリーとなった。2016から17シーズン開幕前に チャンピオンシップのブレントフォード FC のトレーニングに参加。2016年9月20日、リザーブチームの一員として、レイトンオーリエント FC とのフレンドリーマッチに出場した。U-20 代表時代、1999年にナイジェリアで開催された 1999FIFA ワールドユース選手権に出場し、3位になった。2001年に、 マリエ代表に初招集され、2002年のアフリカネーションズカップ2002では最優秀若手選手賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。